今日はですね、山もみじの素材持ってきました。最近こんなのばっかりですけど、ちょっとこれね、足元がどうなってるかよくわかんないんですよね。2本生えてる ?1 本だけ ?1 本だけってことはないと思うんですけどね、足元がよく見てもわかんないんで、これちょっとね、軽く掘り返してみて、足元確認して、まあ、途中枝とか全部、バーンって追い込んでいこうかなと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。今日触っていくのはこんな感じで、まあおそらく挿し木だと思うんですけどね、挿し木した素材をずっと放置してたやつ、徒長してる枝あって見てたんですけど、足元がねよくわかんない。ここに針金の止め金がここに見えてるんですけど、何をどう止めてんのっていうのがねわかんない。記憶にないっす。マジで。で、これもちょっと、ね、なんか違和感あるね、この根っこ。もともと鉢の縁がここにあったんでしょうね。なんでこんなことになってるんだ?この足元よくわかんねえぞということで、持ってきてみました。はい。正直中に何が入ってるか、マジでわかんないっす。ということで、まずは、ちょっと、枯れ葉どいてもらって足元ちょっとだけね掘ってみましょうか。植え替えするわけじゃないんでね、そこまで強くは掘れないですけど、軽く掘ってみて足元確認して、ほうほうほう、だいぶ大きく止めてるね。なんかの鉢から引っこ抜いてこれに移し替えた。なんかこの止め方すごい違和感ある。なんだ?どういうこと?少し掘ったらこれ出てきましたね。下つながってんのかな?そこがよくわかんない。相関チックなのか。もう少し掘ってみようかな。ちょっとさらに掘ってみたんですけど全然わかんない。ここまで掘ってもわかんないんで抜きます。これ一回抜いて確認しようかなと思います。ちょっとねこのままだと中身がわかんない状態で切り戻せないんで、一回ね確認させてほしいよ。あっちから引っこ抜いてちょっとね様子を見てしっかり追い込んでいきたいなと思っています。ああ根っこ回ってますね。でこれがどうなってんのか見ていきましょう。はい、ちょっと限界まで掘ってみたんですけど、ちょっとねつながってはいないですね。どっかでこう一つになってるのかなと思ったら全然つながってる様子はないです。要は2本の木がここに植えられてるってことですね。わかった。ということでこいつは鉢に戻していきましょう。ちょっと申し訳ないことしたな。もしかしたらつながってるかもって軽く期待してたんだけど、よはい、じゃあ切り戻しましょうか。大したことない素材っていうのが分かったんで、もうがっつりいっちゃいます。これはもうこっから、ドーンって、いくでしょうね。こいつね。で、まあ、一旦こいつの、徒長してるところは落とさせてもらって、OK。よし。で、こっからどこまで追い込むか。ここ枯れてますね、これ。こいつ枯れてるんで、どこまで枯れてんだ?ここまでか。追い込みます。これまっすぐに追い込んでいきます、こいつ。で、こっち回ると、ここね、2本生えてるんで、上下から。下を抜こうかな。
下抜いて、下まで追い込むか、全体的に。いや、つまんねえな、それだと。下、あ、失礼。下抜きます。ここね。よっと。下抜いて、これでいいかな。で、上の方の枝も追い込んでいくと。はい、こんな感じで追い込んでおきました。左側ね。よ、右はどうしようかな。まあ下までがっつりドーンっていっちゃってもいいんだけど、上は上でね、ちょっと取り木して使えそうなポイントがここにあるんで、こうね、あるんで、ちょいと活かしておきたいな。なので、まあこの辺はこの程度で押さえて、取り木の追い込みのかな、取り木の追い込みの作戦でいきましょうか。よし、じゃあこれで終了で、こいつ鉢から抜いちゃったんで、もう一回止めてあげましょうか。よっと、針金、もう一回、新しいやつね、これ、刺しといて、よで、ちょっとね、先っぽは、鋭利な感じで切ってます。刺さりやすいように。で、これを、刺していくと。怖っ。刺さるかな。これをしっかり刺して、で、止めていきます。軽くね。まあ、押さえられればいいんで。で、先端は落とす。OK。バッチリです。ちょっと土足してきます。はい、土足してきました。ちょっと根っこ浮いてたんで、水苔、さらに上から張ってます。で、傷口にカットパスタ、ペーストを塗布して終わりにしようかな。よっと。あとここね。これね、ちょっと、もしかしたらなんですけど、あれかもしれないですね。太枝適当に刺してたやつかもしれないです。大きいもみじ剪定して、出てきた枝をいっぱい刺してたんだけど、2本しかさ、つかなかったってやつだと思う。こんな感じで残ってるのって、それぐらいしかないはずなんで、わざわざね、この木を2本だけ選んで、こんな感じで植えるっていうのは考えづらいんで、そんなことわざわざしないと思うんで、挿し木して2本だけ生き残ったって考える方が自然かなっていう気がしています。で、こっちは上取り木の下追い込みの。で、これは、まあ、もうちょっと走らせてみないとわかんないですね。年数かけていこうかな。で、こいつは植え替えっすね。来年。2本入ってると、あれなんで。紛らわしいね。来年もまた同じように、なんだこれってなる可能性があるんでね。はい。植え替えるサインでございます。はい。じゃあ、本日の作業は以上です。はい、ということで、足元気になってた山もみじ、軽く掘ってみたけど、何もなかったの回でした。はい、すいませんね、期待させて。期待はしてないか。僕はちょっとね、期待してたんですけど、何が埋まってるのかなってドキドキしてたんですけど、大したことなかった。まあ、大したことあるはずがないですよ。そんな、立派な足元を持ったやつを植えてたら、覚えてると思う。本当にただの挿し木だと思います。はい。そんな感じですいませんでした。じゃあ、本日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんもご視聴楽しんでください。バイバイ。